重県道51号青山高原公園線は三重県津市と同県伊賀市の境界付近にまたがる青山高原を通る一般県道である。通称は青山高原道路。かつてこの県道の一部は青山高原有料道路という名の有料道路であった。三重県の津市榊原町から中瀬と伊賀地方にまたがる青山高原の尾根伝いをほぼ南北に抜けて伊賀市伊勢路の青山峠で国道165号と至る三重県の県道の路線の一つ。区間の総延長は約 23km km で、主な通過地は津市三里町長野伊賀市奥歯の庄地北山である。当初は航空自衛隊笠取山分田室基地がある津市榊原町から白山町柿内までの区間を自衛隊が完成させた道路が県道として三重県が1968年に認定したもので、その後1975年に青山高原の観光道路として青山峠までの区間を三重県道路公社が開発した青山高原有料道日愛称青山高原パークラインが整備されて1984年に完全無料化された。沿道に日本国内最大級の風力発電用の風車群があり、爽快な高原風景が見られるドライブルートとして知られる。三重県中部青山高原の尾根伝いをほぼ南北に走る県道51号の一部区間の道路通称名、かつての青山高原有料道路の無料開放後の通称として呼ばれている。最後までご視聴ください。全国の高原12選、岩手県安比高原、栃木県那須高原、新潟県湯沢高原、長野県車山高原、長野県乗鞍高原、長野県戸部山高原、山梨県清里高原、静岡県朝霧高原、三重県青山高原、岡山県蒜山高原、鳥取県真澄津高原、熊本県瀬野本高原。何時だ？4時か5時か。いつぐらいに出る？また4時5時でね。6時半か7時ぐらいじゃないの？そのぐらいじゃないよな。0120018
したくない。Thank you.
そこだけです。雲が吹きですよ。今頭も重くないですよね。軽くなったんで、やっぱりのもういいよ。あないと体と同じです。頭がはっきりする、それですよね。こうやって元気でいられるのもね、本当にね嬉しいですよ。楽しいしね。どんどん明るくなって、もっと明るくなって、どんどん明るくなってきた。どんどん明るくなってきた。いいね、風が流れてきた。どん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 風車が入って入って風車始まる。風車いっぱい回ってるんだけど、どっかの駐車場止まって撮るから、ここまで来たのに、そしたら今度逆戻って帰る。風車がさ、風車やっぱさ、撮ったいもんね。撮りたいよ。そのために来てんだ。風強いな。あ、いっぱい回ってんじゃん。風強いから回ってんだ。今日は天気が悪いのでちょっと風車が綺麗に見えませんが、よく見えるわ。ああ見えるね。さっきなかった、見えなかったもんな。ああ、そう見える。それによく回ってるから、風車が今回ってる。階段の上り下りや正座などの屈伸運動、ね、日常の何気ない動作が。ではなぜ風車が何も見えないのしかないけど、回ってるのが見えるから。それは私たちを支える軟骨に一因がある。風強いよ今日。音が、音がね、ゴト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 。すごいね、こんなの立てちゃうんだもん。ああ、だから発電だから。山の方がね、回るんだよ。スカイラインと青山高原はもうまた次回。来ねえけどなんかついてねえな。Thank you.
口へって書いてあるな。なんかな、乗り口だってないじゃん。ねえ、どこにあるの？ねえ、なあ、ねえ、ほら、ドライブソバイバー40メートルニュートラだとすげえスピードになっちゃう。ついてないと思う。今年1年が象徴してる。
繋がってるね。俺今までないよね、そんなね。俺1年悪かったんですよ。仕事は なんか給料が少ないわ。仕事はなんか変更輪の仕事ばっかり。ゲームテレビずっとやってたら辛かったけど、そっちの方がまだ良かった。その画期的な技術は世界の常識を覆したプロテオグリカン製造方法の開発として内閣総理大臣賞の受賞につながったのです。もし走ってたら宮本さんにぶち当たる。あら、宮本さんいたの？家が近いですからねとかって言われて、細かい。こういうのに進めるか。
ってるみたいで、誰も来ないから楽だよ。専用移動でした。最後までご視聴ありがとうございます。エンド。